秋の和順亭で摘んだ花です。もうなんか寒くなって、まあ、今になって秋らしくなってきましたけれども、和順亭もこれからだんだん冬になっていきます。今咲いてる花もやがては枯れて、もう和順亭冬になると何もなくなります。どうぞ和順亭楽しんでいってください。いや、ちょっと一通り説明してあげてよ、はい、そっち行って、はい、和順亭今になってこのナスが、実をつけ始めて、もうだいぶ収穫をしましたけれども、ミニトマト、ナス、今年は夏が暑くてもう野菜はほとんど取れなかったんですけれども、今になって、まあ、秋ナスですね、ナスが取れるようになります。ミニトマトとジャガイモも夏の間枯れていたジャガイモ、芽が出て、これは生姜です。それと里芋も出てきました。ズッキーニ収穫を今しちゃいましたけれども、ズッキーニです。毎年チャレンジしてずっと取れなかったズッキーニですけど、今年はやっと実がなりました。コスモス、キバナコスモス、とても綺麗に咲いています。これニラなんですけれどもね、もう種になってます。風で、まあ、台風のような風でこのブッドレアが倒れて、随分今年の夏ずいぶん大きくなったので、ただここに、どこだかこの虫が卵を見つけていて、これでも負けずに、まずここのところもね。でパイナップル、セージ、コンフリー、それからキバナコスモス、それと今になってダリアがこんなに咲き始めました。ダリアです。球根植えっぱなしなんですけれども、菊と花出回り、それと、白樺にこの蘭を自生させてます。これは2種類の違うキバナコスモスですね。色が違う、まあ、あのこんな可愛いで、ここはあのいちごガーデンだったところなんですけれども、今年の夏の暑さでもうほとんど枯れて、まあ来年の春いちご植えようかどうしようかと思ってるんですけれども、これはみかんです。房総で買ったみかんですけどね、今年は多分にはもうお休みに来ます。あ、揚げ葉のこの幼虫がいます。みかんにはこのアゲハの幼虫がつきますけど、あ、和順亭って書いた。シンボルのウサちゃんとマトリックスの映画のあれでもある不思議のアリスの世界に導いてくれるウサ。まあ、今咲いてるのはこのチェリーセージ、コスモス、それとノギク、ブルーベリーとかグミとかブルーベリー、スグリとかの木、サスグリの木とかありますけれども、まあ、カエデもあると。はい、カエデもあります。それとこのカエデの根元のところに、クリスマスローズ、クリスマスローズ、クリスマスローズ、はい、これがブルーベリーね。ブルーベリーです。これイチョウで、はい、ガマズミの木で、これはガマズミです。これガマズミですね。これがガマズミっていう。うん、桃とか梅とか。桃。もう随分
小さな苗が大きくなってこれちょっと大きくなるときですね。これは何の木ですか？これは、これが桃です。これは梅です。これ青梅で買った梅です。桃。はい、それ源平桃です。はい、あこの花は何て言ってたの？それはクジャクソウです。これ花見山で買ったクジャクソウにホトトギス。これホトトギスです。ホトトギス。はい。羊の花が咲いてます。羊ですね。あ、今頃まだ。はい、咲いたんだ。地の花ですね。でこれ利休梅がこんなに大きくなって。利休梅。これ利休梅、はい、利休梅です。ここにこれこの鯉のぼりのあったところだから5月ぐらい。これは実がついてるんですね。これもこれ梅ですけど、これ湯島天神で買った梅を湯島天神で買った梅です。でこれを庭植えにして、うん、こんなになんか伸びました。うん、妙な一本だけ垂れ下がってるんだね。これはローズマリーです。ああ、ローズマリーの花です、ね。紫の花が。ゴールドクエストがこんなに成長してもうびっくりです。今年の夏暑かったのがかえってこれには良かったみたいです。あの大島やなんかでよくお土産で売られてるアシタバっていう食べられる葉っぱです。葉っぱ？はい。でこれキバナコスモスで、さっきはあのクリーム色のキバナコスモスでしたけども、これはオレンジ色の。みんな種がこぼれてこれ出てくる花です。でラベンダーのラベンダーガーデンって言ってるんですけども、枯れちゃった。今年暑かったから夏、うん、いろんな種類のラベンダーがある、はい、ちなみにこれは何ですか？生き生きしてマーシュートですね。これラベンダーのマーシュート、いやマーシュートは違いますね。これじゃ枯れたの。これ桜の木がで、これはごぼうです。え、あ、ごぼうの葉っぱね。はい、これごぼうの桜で、で、ネギと、で、かぼちゃの種から、なんかかぼちゃが出てこんなになってるんですけども、え、それかぼちゃなんですか？はい、かぼちゃです。ここ実がついてます、これ。え、かぼちゃの実？まだちっちゃない。これが。あ、食べられる。それがかぼちゃになるの？はい、食べられるなるかどうかあれなんですけども。へー、これがかぼちゃか。かぼちゃの赤ちゃんってやつか。で、これはマリーゴールド。え、どれ？マリーゴールドですね、これ。マリーゴールド、アフリカントールと思います。あの、ジャガイモのところに植えておいて、あの、病気を防ぐ働きをします、マリーゴールド。それからこれはコスモス、かわいいコスモス、ね、それは何ですか？紫ニンニクと、ここ植えたのはニンニク